はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、レッスン動画ではないんですけれども、検証動画ということで、ちょっと面白いギターが、今手元にあるので、それをですね、ちょっと音出しながら、ちょっと紹介したいなと思います。このギターはですね、モーリスの W20 というですね、40年以上前の、製作のギターみたいで、モーリスの普通の、ギターでですね、これ生徒さんのギターなんですけれども、ちょっと生徒さんからですね、改造の依頼がありまして、でセカンドファクター工房というですね、ギターの、ギターや音響の修理を、してくれる、会社にですねお願いをして、ちょっと工房で改造してもらってですね、でこのギターちょっと改造したポイントがですね、こんな風にですね、サウンドポートというんですけれども、サイドに穴を開けてですね、穴を開ける加工をしてもらったというところでですね、で実際にこの、生ギター、アコースギターの場合はここのサウンドホールですね、ここに普通は穴があって、でここから音が出るという形なんですが、やっぱりこう弾いてる本人と前に聴いている人とのですね、音の差が結構出るかなというところが昔からありまして、で、ここに穴を開けたらちょっとこう前で聴いてる人のように聞こえるんじゃないかというですね、みんなが持ちそうな疑問を、実際に形にしてみたというところで、最近時々、このサウンドポートですね、ついてるギターも出てきているんですけれども、なかなかもともと穴がついてないギターにですね、こういうふうに加工するというのはめったにないことじゃないかなと思いますので、なので、今回ちょっとですね、実際音を出してみて、この穴が開いている状態とですね、でちょっと穴を塞いでみて音を出した状態とですね、両方ともちょっとこう同じフレーズを、弾いてみて、音の違いを確認してみたいなという検証動画になっております。で、このピンマイクですね、このピンマイクがちょうどここにあるので、弾いている本人のですね、僕の耳の聞こえ方と似たような場所で多分取れると思うので、このピンマイクで、この辺りがどういうふうに聞こえているかというところをですね、自然に拾えたらなと思っておりますので、ちょっと一度、試してみたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。サウンドポートですね、サイドの板に穴を開けるというこの加工なんですが、これですね、この加工なんですが、音が、どうですかね、マイクではだいぶ違ってましたかね。弾いている体感としてはやっぱりここですごく音が鳴っている感じがあるので、音量自体はものすごくこう体感上がっているような感覚でですね、なので、ライブというよりは家でですね、ポロポロこう弾いて、ですごくこう
リバーブ感もあるので、響いてる感じをこう、まあ、家で楽しむ分にはものすごくいいんじゃないかなというふうに、個人的には思います。実際にこうフレーズですね、例えば、まあ、ちょっと片手で弾けるフレーズをですね弾きながら、まあ、今空いてる状態ですね、今塞いでる状態、今空いている状態ですね、塞いでる状態、だいぶ響きはやっぱり違いますよね。ここら辺のその、まあ、リバーブ感というかですね。ただまあどうしても多分こう、パワーのロスはあると思うので、エネルギーロスがその前に出る音が、まあ、この辺ここから、まあ、漏れると言ったらわからないですけども、こっちに抜ける部分があるので、おそらくこう前に音が出る分はちょっとこう、ロスがあるんじゃないかなとは思うんですけれども、ただまあやっぱり弾いてる本人が気持ちいいというのも、ギターを弾いててもちろん大事な要素の一つなので、なのでまあちょっとこう、もしこういう加工をですね、興味ある方は、お近くのギターショップにですね、こうサウンドポートの穴を開けてもらいたいんですけどと、持ち込んでみても面白いかなと思います。でまあサイド、多分まあサイドが合板のギターの方が、まあ、安全かなと思いますね。ちょっとこのどうしても穴を開けるとなると強度的な部分で、多少弱くなる部分もあると思いますし、まあ、その辺はそのショップの方と相談しながらですね、してもらえるといいかなと思います。まあセカンドファクターのその工房の方と話し合いながら場所と大きさは相談してやっていたんですが、まあ、ちょっとこのギターのサイドの場合、ここの、ま、曲がってる部分ですね、曲げてる部分はやっぱり強度が弱いので、こうできるだけまっすぐな部分に、開ける方がいいかなというところで、ここに開けることになりました。ここですね、サイドはちょっとこう開けると割れたりする危険がですね、出てくるので、ちょっと危ないかなという話でした。はい、ということで、今回はサウンドポートのですね、音の比較をさせていただきました。またいろんな動画ですね、上げていきたいなと思っておりますので、今後も、このチャンネルをよろしくお願いします。